はい、今日はね、究極の開運法についてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、究極の開運法って、これをやればね、本当運気って良くなると思いますし、寿命とかね、運命とかもね、すごく変えていけると思います。野村拓流の、まあ、開運法っていうのがあります。まあ、3つというか、まあ、5つあるんですけどもね、まあ、それについてもお話しさせていただきたいと思います。では、始まりますね。はい、それではね、今日はね、究極の開運法ということについてね、お話しさせていただきたいと思います。ね、まあ、生きていく上でね、こういうことをやってるとね、自然とね、運気が良くなっていくよっていう方法が実はあります。まあ、それをね、自然にというよりももう意図的にね、運気を良くさせていく。で、あとはね、何やるにしてもね、うまくいきやすいように、ね、そういうふうにして、生きていこうと思ってるんですけども、で、私が実際やっていることについてもね、お話しさせていただきたいと思います。ね、今日は、究極の、開運法っていうことですね。もうやってるよっていう方も実はいらっしゃるかと思います。ね、案外ね、芸能人とか有名人の方でもね、実際やってる方ってやっぱしいっぱいいらっしゃいます。私もいろんな本読んだりとかね、いろんな勉強とかしていくうちにね、あ、これが一番いいかなっていう方法がやっぱしありますのでね、そういったことについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。ね、究極の、開運法ですよね。これやると本当運気も良くなるし、健康的にも寿命もね、ぐーっと上がりやすくなります。ね、運命とかね、寿命っていうのも実はね、意図的に変えていけます。ね、でやっぱしね、何でもやる、とりあえずまずやることと、あと継続っていうのがやっぱし大事です。ね、で、いいなと思うことに関しては、ね、できるだけもう何年も何年も続けていくっていうことですね。もう習慣化していくことによって、さらにね、維持、継続してね、成功をさらに継続させていけるっていうのがありますからね。で、まずね、水野南北さんっていう方、ご存知の方もいるかと思います。ね、特に疫学とかね、ファスティングとかやってらっしゃる方に関しては、水野南北さんってめっちゃ有名やんっていう方はね、いると思います。もう亡くなられてるんですけどね、江戸時代に行ってらっしゃった方ですね。江戸時代の、人相鑑定士って言ってね、パッて顔を見るとね、やっぱし人相学っていうのがあるんですね。で、細かく言うと、目だけをしっかり見てね、眼相とか、観相学っていうのをね、やる人もいるんですけども、私もどちらかといえば手相とかね、人相とか九星気学とかね、地中水明とかもやったりします。生命判断とかね、その流れもあってね、水野南北さんとは超有名です。疫学やってる方はね、大体知ってる方が多いかと思いますけども、水野南北さんね、もちろん人相とか見るんですけども、それよりももっと大事なのがあるよってずっとおっしゃったことがあったんですね。一貫してね、食事のことをやっぱしおっしゃられてます。で、漢方医学でもやっぱしね、食事のことをうるさく言うんですよね。で、そこもちょっと共通してるんですけども、食はね、本当運命をね、左右するよってことをね、常々言ってらっしゃいます。何をね、大事にしたいといけないかって、まず食べる時間帯です。いつ食べるのかね、朝昼晩って食べてる方もいるかと思いますね。20歳ぐらい、成人になるぐらいまではね、やっぱし人間の臓器ってまだ未熟ですからね、心臓とか肺とか肝臓とかね、腎臓とか胃とか腸とかね、そこの臓器にしっかり栄養を送ってね、大人の体に持っていかないといけないわけですよね。だから小学校、中学校、高校でも大学ぐらいまではね、朝昼晩ってきっちり食べてていいと思いますね。で、もう社会人になってからですね、もう20後半から30代になったぐらいからは、朝昼晩って食べるとね、実は食べ過ぎになってきます。食べ過ぎるとどうなるかっていうと、健康を害して病気になりやすくなりますね。で、老化がどん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 進んでいきます。で、あと考え方もね、ずれてくるんですね。ブレてくるっていうんですかね。なんでかって言ったらね、今のね、日本の食事って言ったら、ほとんどがもうね、農薬とかね、食品の添加物っていうのはむちゃくちゃ入ってます、ね、そういったのを、ね、朝昼晩ってずっと毎日のように食べていくと、体の中に毒素がどん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 入ってくるわけなんですよね。特に欧米食がそうです、ね、だからできたらね、戦争する前の時代の粗食の日本の料理、和食ですよね、和食を思い出していただきたいんですね。孫は優しいってあったと思いますね。豆ですよね、大豆系の食材、これでね、タンパク質をしっかりとっていきますね。で、ごってはごま類ですよね。ああいう豆とかごまっていうのがね、漢方でいけば保腎作用って言って、足腰とかをしっかりさせたりとかね、
中国ではね、不老長寿の薬みたいな感じでね、あの薬膳料理でよく使われたりもします。で、マゴワのワはワカメとか海藻類ですよね。葉っぱ系の、ね、お野菜類です。あと、葉っぱ系というか海藻類ね、ワカメとか昆布とかひじきとかね、もちろん葉物のお野菜なんかもすごくいいです。で、ワゴは優しいのヤーですけど、ヤーはあった野菜類ですよね。特にって言ったら根菜類とか葉っぱ系のお野菜をぜひ食べてほしいんですね。人参とか、ごぼうとか大根とかもそうですし、まあ、緑黄色野菜でいけばもちろんまた人参とかもそうですし、かぼちゃとかね、ピーマンとか、あとはほうれん草とか小松菜とかですよね。葉っぱ系の野菜でいけばキャベツとか白菜とかレタスとかね、ああいった葉物系の野菜、そういったものがね、体の中の毒素をね、取り除いていってくれたりもしますし、ビタミンとかミネラルも実際に含まれてますね。で、マゴはヤサのサワっていった魚ですね。魚って言ったら EPA とか DHA って言って血流っていうのを良くしていきます、ね、血の流れを良くして、ね、血がドロドロにならないように全身にくまなくね、血の流れを良くさせていくっていうのが魚類です。で、まあ、あと血流を良くするのであれば、まあ、あとは玉ねぎとかラッキョなんかもおすすめです。で、もちろんお肉とかね、卵類も食べてもらったらいいんですよ、タンパク質としてはね。ただ良質なタンパク質っていう風にね、ちょっと意識しておいてほしいんですね。あんまり缶詰とかね、もう加工食品とか、あと輸入されているようなお肉類っていうのはやっぱしね、よくありません。まあ、添加物が多かったりとかね、ホルモン注射とか抗生物質なんかの注射をして無理やり大きくさせてたりとかしててね、栄養価は全然ないけどもカロリーだけはあるっていう、そういうタンパク質はあまり食べない方がいいです。もう病気になる原因の一つですからね。ね、だから食事ってめっちゃ大事です。で、あとは、孫は優しいの、さあ、次、椎やね、椎茸とか、キノコ類、うん。こういうね、キノコ類、なんでもいいんです。やっぱしね、腸に送っていってね、で、腸内細菌の餌にもなって、免疫力っていうのをぐーっと上げていきます。ね、よく、アガリクスとかもそうなんですけども、別に高いのを使わなくていいんですね。普段からエノキダケとかね、エリンギとか、ね、椎茸とか、ああいうキノコ類を普段から食べておいてもらえるだけでも、自己免疫力ってぐーっと上がっていきます。ね。マゴは優しい、イのイは芋類ですね。山芋とか里芋とかね、じゃがいもとか、ああいう芋類もぜひ取ってほしいんですね。で、マゴは優しいに、あともう一個だけ付け加えてほしいこととしては、発酵食品です。ね、お味噌汁でいいんですよ、基本はね。もうご飯とお味噌汁、このペアがむちゃくちゃ栄養価が高くて、粗食なんですね。だから、まあ、そういったのをね、ぜひ取っていただきたいというのがあります。まずね、和食のあっさりしたものをちょっとだけ食べていくっていうのをね、知っといてほしいんですね。だ、それがまあね、水野南北さんがよくおっしゃってたことです。時間帯ね、もう朝と晩だけとかね、もうお昼だけ食べるとか晩だけ食べるっていう方もいます。できたらもう1日1食か2食が理想です。特に30超えてきた方はね。でないと多分朝昼晩って食べていたりとか、もう好きなものを好きなだけ食べてるとお腹がどんどん膨れてきます。でね、やっぱ顔もね、キュッと締まらなくなってきます。たるんできます。で、考え方っていうのもね、食べ過ぎることによって脳がね、添加物だらけになってくるんですね。添加物年間ね、だいたい4キロぐらい日本人とってます。それが1年間だけで終わらないんですよね。もう10年20年30年って食べていくわけですから、どん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 ね、脂肪細胞の脳にも蓄積してくるし、あと内臓脂肪とか皮下脂肪についてくるわけなんで、お腹も出てきますね。で、見た目もずんぐりむっくりで、やっぱしね、みっともないっていう形になってきますよね。で、やっぱしね、40超えてくると人間なんかはね、顔を見るとね、やっぱその人の生活習慣とか考え方がなんとなく見えてくるんですよね。まあ、疫学とか人相学やってるからっていうのもあるかもしれないし、漢方相談してると本当毎日いろんな方とね、出会って見るわけなので、まあ、パッて顔を見るのと体型さっと見ると、あ、この人どういう食生活してるのかなとか、だらしないんかなっていうのが大体見えてきます。で、5分ぐらい喋っていくとだんだん細かく見えてくるっていうのがありますね。で、やっぱしね、結論何が言いたいかって言ったら、食べる時間と食べる量ですね。あと、粗食で小食ね、こう書いておきましょうか。時間帯ね、もう1日3回食べない方が本当いいっていうのと、食べるんであればもう朝と晩とかね、もうお昼と晩、朝昼兼用でお昼と晩だけとか、もしくはもう晩だけっていう方多いです。特にね、よく成功されてらっしゃる方とか芸能人の方でも、もう1日1食しか食べないよっていう方がかなり多いです。調べてみるとすぐ出てきますね。時間とね、量
これも食べ過ぎもちょっと論外ですね。ね、いっぱい食べて、ね、食べ放題とかの番組とかやってるのはありますけど、ああいうのやってるとね、まだ若いうちはいいかもしれないけども、あと5年10年したらね、体ボロボロになってると思いますし、多分顔とか人相もだいぶ老けて見てくれる、変わってくると思うからね。で、時間と量とあと粗食ね、で、あとは小食ですね。水野南北さんはずっとこれをおっしゃられてます。で、もうちょっとまとめていくと、ね、規則的に、ね、これ時間のことですよね。もう午前中とかお昼、まあ朝昼兼用でいいと思うんですけどもね。で、まあ朝と晩だけっていう感じで、時間も晩もうできたら6時以降とかね、7時以降あんまり食べない方がいいです。細かく言ったらね、まあ、寝る時間遅い方はもうそれでも8時までにはもう食べるのやめた方がいいと思います。だいたい6時から8時の間ぐらいにしといた方がいいと思います。夜はね、朝に関して朝食もし食べるんであれば、まあ、もちろん朝6時、7時、8時あたりに食べてもらってもいいしね、まあ、朝昼兼用であれば、まあ、11時ぐらいに食べてもらってもいいとは思いますけどもね、まあ、時間帯ですよね。で、量、これもね、まあ、食べ過ぎると大体ね、消化にほぼ7割から8割エネルギーとして使われていきますから、多分ね、お昼ご飯食べた後とか晩ご飯食べた後ボーっとして眠くなる方っていうのは大概食べ過ぎです、ね、お昼ご飯食べて1時、2時、3時ぐらいがボーっとして眠くなるなっていう方は大体食べ過ぎてますから、本当食べる量その半分とかにするとか抜くぐらいでもいいぐらいです、ね、小食で粗食、まあ、さっき言った和食ですよね。孫は優しい、ね、それに発酵食品をちょっと足すぐらいでいいかと思いますね。規則的に小食、粗食を続けていくことによって食べ過ぎなくなってくるわけですよね。食べ過ぎなくなってくるとどうなっていくかって言ったら、生まれ持ったね、運命よりも、で、親から受け継いできた運命よりもね、運気っていうのがね、急上昇していきます。うん、運気ってぐーっと上がっていくのと、徳っていうのもね、増えてきます。なぜかって言ったら、食べ物っていう食っていうのは生き物とかをまず摂取するわけですよね。殺しちゃうわけですよね。お肉とかお魚なんかもそう、お野菜なんかも生き物ですよね。それを摂取して人間がその命を奪って食べているわけなんですよね。ってことは徳が生まれるわけがないわけですよね。ね、細かく考えていけばね。で、まあお肉食べ過ぎたりとかね、お魚もたくさん食べて、野菜もいっぱい食べてって、まあ、それ20代ぐらいまではそれでいいと思いますけども、もう30代になってからは食べ過ぎるとね、やっぱし人の命とかを奪ってね、自分の体の肥やしとしているわけやから、徳が上がっていくわけがないし、運気が良くなるわけがないんですよね。そこをね、まず納得していただきたいっていうのがあります、ね。で、まあ、一時的に例外としてね、成金じゃないけども太って成功してる方ってもちろんいます、ね。じゃあそのね、成功がいつまで続くかですよね。ずっと子孫繁栄していくと思いますかね、それとも途中でポシャってどっかでドンと落ちる、私はどっちかというとそっちやと思っているんですけどもね、もしかしたらね、成功が続かないんじゃないかなと思います。やってることがやっぱしね、食べ過ぎてるわけですから、食べ過ぎてるってことはね、動物の命とかね、植物の命を奪って自分のね、体に入れていってるわけですよね。だからそういうことをずっとずっと何年も何年もやっていくと、やっぱしね、それが回り回って自分に今度また返ってきますね。因果応報っていう言葉がありますけどもね、まあね、人生何でも自由なんですよ。だから好きなようにね、食べて贅沢してね、まあ食事の時間とか量とかもね、もう不規則でもう食べたい放題やりたい放題やるのも一つやと思いますね。そこで、まあね、自分の体型見てみてね、人相とかも見てみて、このままでいいんだって思う方はそれでいいと思います、ね。でもなんか嫌だなと、変えていきたいなと思うんであれば、まずね、食事の時間帯とか量をまずガクッと減らすことです、ね。3食とかもしくは間食までしててね、1日4食5食とか食べてるっていうなれば、まずは最低限1日3食、そこからまた1日2食ぐらいに。頑張れそうやったら1日1食にっていう風にね、減していくだけでもね、変わってくると思います。まずダイエットもできるし、ね、体がキュッと締まってきますからね。で、まあ食べたい放題とかね、やってると、
本当に成功し続けるかどうかっていうのはまず自分で自分の心に問うてほしいんですよね。成功し続けるっていうのが大事だと思います。一時的に一発花火でボンと成功したけどあとゴクンと落ちてるんであれば意味がないからね。成功し続けるゆっくりでいいけども、まあ、上り坂をゆっくりゆっくり上がっていってるそういうねイメージしていただけたらいいと思います、ね、で私はヨガとかはあんまりやらないんですけども、まあ、ヨガの、ね、教えで、まあ、腹八分目は医者いらずっていうね言葉があります、ね、やっぱ食べ過ぎない方がいいですよと。で腹六分目これは老いを忘れる、ね、私いつもこの腹六分目にしてくださいねっていつも言います、ね、で心がけてるのも私ここです。まあ、腹4分目にすると、ね、もう神に近づく、ね、すごいですよね。あの片岡鶴太郎さんとかはねもうこの領域だと思います、ね。まあ、私はそこまではしないんですけど、まあね、患者さんとかにも言うのはもう腹6分目ぐらいにしておいてくださいと。そうすると大きな病気もしにくくなってくるし老化の速度っていうのがゆっくりになっていきます、ね、もちろん人間って、ね、生まれたら必ず年取って死ぬっていうのがあるんですけども病気しにくくて、ね、健康で人生をね豊かにして楽しん で寿命を全うしていくっていうんであればね、まあ、腹6分目なんかが私はちょうどいいんじゃないかなと思います、ね。まあ、ストイックに、ね、腹4分目までやるよっていう方ももちろんいると思います、まあ、それはそれで個人の自由かと思うんですけどもね。私はいつも腹6分目っていうのを言ってます。でやっぱりやることあったらもう1日2食で粗食、ね、小食で初食初食小食で早食やねでいいと思います、ね、朝とお昼私実は兼用やったりします、ね、前はねもう朝と晩って食べてたんですけど もう朝もあんまりも食べなくなってお昼と朝をねミックスしてご飯とお味噌汁だけやっぱり食べます。お昼前ぐらいかな11時12時ぐらいに1回だけ取ります、ね、ご飯とお味噌汁のみに、あとちょっとねちっちゃなシラスですかね小魚ですね、レバーが丸ごと入ってるようなちっちゃな小魚がこれぐらいで100円とか200円ぐらいこれぐらいでやって200円ぐらいまたこれぐらいで100円ぐらいで売ってますから。あとわかめですね。わかめもねあの生のわかめですね、あのパンって入れてお水でふやかすようなわかめじゃなくてもう丸ごとあの海藻で売ってるやつこれぐらいでだいたい200円ぐらいです。100円150円から200円ぐらいのわかめね、これをガーって切ってで3分の1だけあのお味噌汁に入れてでお味噌で溶いてあとネギ入れてそれだけなんですけどもね、もうそんな粗食でいいんです。もうご飯とお味噌汁ね、あと基本はわかめとあのちっちゃな小魚ですね。もうそれだけです。お昼で晩はって言ったらもう家族の残り物をいただく感じです。もう子供がねうちも4人います。でまあ、家族6人なんですけども、で私帰ってくるのがまあ6時に仕事終わってすぐ帰るんですけど、まあ、子供たち大体帰ったらねもうみんな食べてます。食べ終わってるってことも多いですね。お風呂も入ってね。で残ってんのはって言ったらねお野菜タンパク質もねうちあの子供たちが全部食べちゃう時があってね、野菜とこんだけの野菜とお味噌汁とご飯ぐらいなんですけどね、もうそれでいいんです。私の場合もうたくさんいらないんですね。たくさんあったらもう食べれなくてお腹が胃もたれして調子悪くなるっていうのがあります。やっぱここなんですね。腹6分目ぐらいもしくは4分目でも本当いい時があります。もう本当食べ過ぎないっていうのがやっぱしね健康を維持する秘訣になりますね。であと食べ過ぎてね本当体質をゴロッと変えたいっていう方は私はファスティングっていうのをねおすすめしていますね。ファスティングもね、まあ、頑張れそうな人はね、1週間とかやる人います。まあ、1週間ちょっとしんどいって方はね、5日をおすすめします。まあ、3日やる人もいますし、1日だけやる人もいますけども、一番ね、私がいろいろやってみて、ファスティングでおすすめなのは、やっぱ5日間ぐらい。まあ、ちょっとしんどいっていうのもあります。初めてやる方はね。3日やったらちょっと短すぎるっていうのがあります。1週間ってちょっと長いかなっていうのもあるから、ちょっとね気合い入れて本当に自分の体質変えたいってなれば5日間ファスティングやっていくと多分ね脳の考え方とかも変わってきます。脳がすっきりしてきます。脳の断捨離もできます。今まで蓄積していた農薬とか、ね、食品の添加物なんか脳とか体に溜まっちゃってるわけですよね。それをね5日間断食って言って、まあ、ご飯の代わりに植物の発酵エキスっていうのを飲んでいただきます、ね、お水で割ったり豆乳で割ったりして飲んでいただきます。お腹空いたら飲むという感じでもいいです。それを、ね、5日間ガーッと頑張ってやってもらいますと体重はもちろん
減っていくと思いますし、脳が本当すっきりしてね、腸の中の毒素もね、あの宿便で出ていったりとかします。1週間ぐらいやると宿便って出やすくなります。まあ理想はって言ったら、まあまずね5日間ちょっと目標でやってほしいんですけどもね、頑張れそうな人は1週間とかやっていくといいと思います。でそれをね1年のうちに何回か、まあ年に何回か2、3回やってもいいし、ね、毎月やってる人やっぱいますね。すごいです、そういう方はやっぱしね、ちょっと締まってますね、体型がねごそっと変わります。3分の2とかぐらいとか2分の1ぐらいの体型にキュッと締まる方いますよ。でまあファスティングのメリットは何かあったら、まず食費浮きますよね。エンゲル係数は、まあ、もちろん減りますね。であと体調実は良くなります、ね、食べなかったら死ぬんじゃないのっていう方いますけども、ね、食べなかった死ぬ場合1ヶ月ぐらい食べなかったら死にますね、多分ね。お水でやったらね1週間は全く水分取らなかったら死ぬと思います。でちなみに空気はって言ったらね10分間吸わないと死ぬと思います。もうそんな感覚です、ね、だから空気が一番大事だから、それにつながってくるのはって言ったら実はここの瞑想につながってきます、ね、呼吸っていうのがね、吸って止めてでゆっくり吐くっていう流れをしていくっていうのがあるんですけどもね、まあ、空気の次は水分、まあ、水分も1週間全く取らないと、ね、脱水症状を起こして死にます。で食事に関してはあったら1ヶ月全く食べなかったら多分死ぬと思います、ね、だからまあ食事の代わりに、ね、植物を発酵させた、ね、ドリンクがあるから、それを代わりに飲んでいただくことによってちゃんと栄養は取れるし、ね、で体の中の溜まっている老廃物とか抜けていくっていうのがありますからね。で実際に若返ってきます。で、あのね、赤ゲザルっていうね、あの猿を実験したんです。双子のお猿さんがいて、1匹の方にはファスティングさせてね、もう1匹の猿にはもう好きなものをどんどん与えていくっていうやり方をしたみたいなんですね。でね、それを実験していくと、やっぱしファスティングしてる方の猿は毛並みとか肌ツヤがすごくね生き生きして、動きもね、素早いわけですよね。で食べ放題状態の赤毛猿はあったらね、毛がねもうツヤがなくなってきてね、ほんとおじいちゃんみたいな人相にもなってますし、動きがむっちゃゆっくりなんですね。でもう病気がしてやっぱし寿命も早くなくなられたっていう実験データが実はあったりしますね。で人間も全く同じです。で若返ってくるっていうのもそうですし、運気とかね徳っていうのがねぐーっと上がります。なぜかって食べ過ぎないわけなので摂取をしないんですよ ね。魚とか肉とか、ね、卵とかそういう命を取るわけですもんね、食べるってことはね。野菜とかもそう、ね、植物の生き物を、ね、摂取をして、ね、自分の、ね、栄養として蓄えるわけやから、ね、それ食べ過ぎるとやっぱ徳が落ちるのは当たり前ですよね。だからこれ逆でいけば、食べ過ぎると、ね、食費はもちろんかかるのと体調を崩していきますね。で老化がどんどん促進します。運気や徳も追っていきます、ね、そういうのがあるから本当食べ過ぎない方がいい、ね。まあ、まずはここの1日1食から2食ぐらいで、ファスティングするなら5日間ぐらい、ね、頑張れるといいかと思います。で私がやってる、ね、三大開運法なんですけれども、もう簡単です、ね、まず早寝早起き、ね、もうそんなん分かってるよって。でも分かっててもできてない人が多いんですよね。頭ではなんとなく分かってるけども、実行できてるかできてないかで大きく差が出ます、ね、私は今までね11時に寝てました。でもねコロナが始まってからね、生活スタイルをゴロッと変えたんですね。何時に寝るかって言ったらもうね9時か10時、遅くても10時に寝ようって感じです。だから最近ね10時以降起きてられなくなっちゃったんですね。体が持たなくなった、ね、9時10時に寝ます。でうちの子供たちとか妻に関しては8時台に寝てます。で長女はって言ったら中学校でね、まあ、勉強もあるからって言うんで9時には寝てます。9時までは勉強してね、もう、まあ、10時まで起きてることはあんまないと思います。まあ私もそんな感じです。起きるのはって言ったら5時台、遅くても5時半から6時までですね。大体こんな感じです。だから8時間はちゃんと睡眠も取れてますね。何時間寝たらだ、ね、いいかってよく聞かれるんですけど、何時間じゃなくてね、何時に寝たかが大事です、ね、なんでかって言ったら、ね、夜のね本当10時から夜中の2時3時までがね、ここの肝臓っていうのがあります。ここの肝臓がねしっかり休むっていうのがあります、ね、ここの肝臓がしっかり休まないと、
ね、1日の疲れって全然取れなくなってくるんですね。それが毎日毎日積み重なっていきます。そうすると自分で自分の病気を作っていってることになるんですね。だから早く寝るってこと、もう12時まで起きてるよとか1時2時まで起きてるってことはもう論外です。必ずと言ってほんと病気になります。体調は崩しますからね、そんなんで薬飲んだってまず治りません、ね、食生活とかこの生活習慣治さない限りいつまで経っても治らないって思ってもらった方がいいです、ね、私はそういうことをうるさく言います。特に漢方相談に来てくださってね、本気で治したいっていう方に関してはまず何時寝てんのって、で何食べてるってよく聞きます。遅くても11時までにはやっぱり寝といた方がいいと思います。できればね、もうしんどくて早く、ね、疲れ取りたいって言ったら9時10時には寝てた方がいいです。で早く起きて何してるかって言ったらね、早朝の散歩です、ね、このね5時半から私6時ぐらいまでの30分から40分ぐらい歩くんですね、早朝ね。なんで歩くかって言ったら空気が全く違うんです、ね、7時とか8時9時もう8時9時あたりになったらね、もう車がビュンビュン走り出しますから排気ガスだらけになってくるわけですね、街の中もね。だから早朝の5時台とか6時台やったら空気が澄んでるわけなんですよね。朝中湯とかも見えてきたりします、場所によってはね。で、あの道端、まあ、毎日ちょっとずつ、ね、違う道を歩く時があるんですね。あえて道を変えたりする時あるんですけども、まあ、いろんな気づきっていうのがありますね。普通の道端やねんけどもちっちゃな花が咲いてたりとかっていうのを見つけたりとかね。で私いつも家の近くに神社があるので、そこ神社寄ってからね、あの決意表明してからあのまた帰ってくるっていうのがあるんですけども、必ずね、あの雨、大雨じゃなかったら私傘さしてでも散歩していきます。で、あの神社行ってね、あのお参りはあんまりしない方がいいと思います。願い事とかね、私こうのやりたいんでお願いしますとかっていうねことはね、あの神社ではあんまり言わない方がいいと思います、ね、私はこうこうこうやっていきたいと思うので見守ってくださいとかっていう風にね決意表明してね、で、まあ、あとまた散歩を帰ってくるっていう流れがありますけども、そういうことにすることによってね、その一日がね充実した日々が送りやすくなります、ね、だから朝起きた時もあ今日も最高の一日やなってはあえてね心の中で思ってもいいし、言葉に出すとねさらにいいんです。言霊っていうのがあってね、起きてねまあ、すっきりするわけですよね。もう太陽の光でパッと目が覚めるわけなので、目覚まし時計とか一切私しませんのでね、もう太陽の光に浴びただけで、あ今日も一日最高の一日やなってあえて言うんですね。心で思ってなくてもいいんです、ね、今日はしんどいと思ってたとしても言葉に出す時はね、今日は最高の一日って、ね、今日もうまくいくなっていうのをあえて言います。言うと耳に入ってくるんですね。で耳に入ってきたら脳に作用します。で脳は言ったことをそのまま実行していきますから、ね、だからもしねマイナス的なことを思ったとしても、言葉に出すときはプラス言葉を入っていくと言ったことがそのままそうになっていくわけなんですよ ね。言霊っていうのもむっちゃ大事です。であとはこのね大体7時ぐらいからちょっとね瞑想に入りますね。まあ、あの目をつぶってリラックスするわけですよね。で呼吸をすごく意識していきます、ね、でまあ、あのゆっくり吸ってゆっくり5秒ぐらいゆっくり吸ってで5秒ぐらい止めていきます。で15秒ぐらいかけてゆっくりはーって吐いていきます。これをね50回から100回ぐらいずーっとやっていきます。でそれをやりながら、ね、心臓とか肺とか肝臓とか腸とか腎臓、ね、あとは目とか鼻とか口とか耳ですね。でそういったのをね一個ずつ臓器とか場所をね意識して呼吸していく、ね、その場所例えばまあ心臓やったら心臓、自分の弱いところでいいんですけども、腸が弱い人やったら腸だけでもいいんですけど、まあ全部の臓器一応やるんですけどもね、腸を考えながら意識してね息を吸って止めてゆっくり吐く、その時に超いつもありがとねとかっていうふうにね、あの言葉で出していってもいいし、まあ、心の中で唱えてもいいと思います、まあ、そういったのを大体50回から100回ぐらい、あとまあ親指とかもそうね、右手の親指左手親指とかね、右手の人差し指左手の人差し指で1個ずつやっていきます。足もそうですね、足の親指とか足の人差し指とかね1個ずつやっていきます。
で特に弱い臓器に関してとかね、ここの病気がちょっと気になるっていう場合は、そこの臓器をちょっと重点的にね、意識して瞑想していくっていう流れがあります。まあできる人は、ね、1時間以上やる方ももちろんいます。私は大体15分から30分ぐらいですね。で、まあ、あと、まあ、1日1食から2食の粗食で小食、この3つですね。まあ、あと普段からは言霊って言って言葉ですよね、まあ、極力マイナス言葉を言わないってことですよね。でもし仮にね、人間やからやっぱね、失敗も多いし間違ったこともやっちゃいますね。だから嫌やなとかね、しんどいなとかね、もうだるいなとか言うとき言っちゃうんですよね。言っちゃったらその倍、3倍ぐらいの言葉を訂正して言います。今の嘘とか言ってね私は最高とか人生ね、つきまくってるとかね、運がいいとかってね、わざと言います。3倍ぐらいの量をね、言います。もしマイナス言葉を発してしまったらね、そうすると打ち消してしまって、むしろプラスになっていきますからね。というわけでね、私はまあ早寝早起きと、まあ、散歩ですね、あと瞑想、あと普段の言葉ね、あとは粗食小食を気につけてます。まあ合計だから5つかな、3個って書いてるけど5つやね、ここね、っていうふうにまあやってます、ね、そうするとね、これを続けていくんですよ。これをね、今日やっただけですぐ変わりませんね。これを1年3年5年10年ってやっていくとね、だいぶ変わりますね。やっぱしね、ほんと40超えてくるとね、顔ってね、特に人相とか、まあ、体型もそうなんですけどもね、やっぱ自分の今までやってきたこととか、食べてきたこと、言ってきたこと、やってきたことのね、トータルが今なんですよね。で今よりもまださらに良くなっていくと思うからね、40になってくると自分の顔に責任持ちなさいねっていうね、アメリカの大統領いたと思います。でまさにその通りじゃないかなと思います。40であろうが50であろうが60であろうがね、まあ同じことが言えると思います。10代20代はね、いろんな経験とか体験するから、まあね、精神的にも不安定になるからね、そこはちょっと難しいと思いますけども、30代40代は特にね、何を食べてきたか、何をやってきたかとかね、どういう言葉を発してきたかとか、そういうのの積み重ねで今があると思うからね、まあ、普段が大事だと思います、ね、その中でも自分のルーティーンっていうのをね、しっかりね、作っていけば、ね、自分の運気とか徳っていうのがぐーっと上がっていくと思います、ね、今からやっていったらいいと思いますよ、ね、今までちょっとあかんかったなと思った方は、うん、あ、じゃあ今日から変えていこうっていうふうにできることから変えていってほしいんです、ね、で特にすぐ結果が出やすいのはここの食事、ね、ファスティングとかが一番手っ取り早いと思います、ね、まあ、できること自分の、ね、できることこれ以外にも何かいいことがあったらぜひやっていただけたらと思いますね。じゃあ今日も見ていただきましてありがとうございます。では、はい、動画を見ていただきましてどうもありがとうございます、ね。まあ、私は漢方専門の野村薬局っていうのをね、経営しておりますね。で、まあ、あとは興味ある方はね、まあ、ここ漢方専門野村薬局っていうふうに書いてますので、そこホームページでね、見ていただけたらね、私の考え方とかね、症例とかブログとか載せてます、ね、興味ある方はそちら見ていただけたらと思います。あとは漢方体験 .com っていうふうに、これも検索していただけるとね、まあ今まで来ていただいた方の、まあ、患者さんの症例ですね、そういったのもまあ載せてます、ね。でまあ、全国の、漢方体験のね、先生方の体験談というのも見れますので、まあ検索してググってもらったらね、すぐ出てきます。で私はあった兵庫県の明石市の大久保町駅前っていうところでね、まあ、番地まではあえて載せてません、まあ、すぐ下の概要欄見てもらったらすぐわかります。ホームページ見てもすぐ分かりますからね。まあそこでやってます、ね。でまあいつやってるかって言ったら、まあ午前中の9時から夕方の6時、午後6時ですね、までやってます。で木曜日が定休日です。でまあ臨時休業はたまにあります。だいたい土日で、まあ勉強会でね、まあ、大阪とか神戸とか東京とか行く場合があります。まあ講演する時もありますのでね、そういう時はちょっと臨時で閉めます。そういう時はこのホームページにちゃんと書いてますので、臨時休業で休みますよっていうのも書いてますので、まあ、ご覧になっていただけたらと思います。でまあ遠方でね、県外でまあ来られる方もいらっしゃいます。でね、まあ1回目本当は来てもらった方がよりいいかと思いますね。ベロの状態とか細かい話とか全部伺いますからね。飲んでるお薬とかサプリメントとかね、朝何を食べて、お昼何を食べて、夜何を食べているとかね、寝る時間帯とか
ね、あと便とか尿の状態とか、あとは今までの病歴とかね、そういったものを全部伺っていきますから、だからまあ1回目はね来ていただける方がありがたい。でも難しいっていう方はまあ電話相談とかズーム相談は受け付けておりますね。の予約も完全にもう予約にしてますので、もうホームページかね、ここからちょっと予約していただけると助かります。まあ電話予約も一応受け付けはしますけれども、患者さんの相談中の時はやっぱしね時間遮られるので、できれば、ね、ここのホームページから予約していただけるとありがたいです。で、ここまで来ますね。あとどういう方に来ていただきたいかって言ったら、まずね誠実な方で、なおかつ感謝の気持ちを持ってらっしゃる方で、謙虚の気持ちのある方ですね。そういう方で心とかね体のお悩みの方はぜひご相談いただけたらと思います。ね、いろいろ試してうまくいかないっていう方もよく来られます。早い人はもう 2,3 週間とか1ヶ月とかね、3ヶ月半年で良くなっていかれます。まあ個人差もちろんあります。もう一回言いますよ、まあ、誠実ね、誠実っていうことは駆け引きしないってことですね。損得感情で物事を考えるような人は私あんまり好きじゃないので、そういう方はできたらもうご遠慮くださいね。他の患者様にご迷惑がかかりますからね。で、感謝ね、ありがとうっていうことも言えないような方も私人間と思わなくなっちゃいますので、そういう方もできたらご遠慮くださいね。あと謙虚ですよね。これも言い方変えたら傲慢な方っていうのは私大嫌いなんですね。で、私もそうなっちゃいますのでね、引きずられると嫌なのでね、まあ、誠実で感謝の心があって謙虚の方はぜひね、ご相談いただけたらと思います。で、まあ、ご相談の時にね、予約したいんですけどって、まあ、ホームページからでも構いません、まあ、電話の場合も、もう漢方予約をお願いしたいんですって一言言っていただけたらすぐに時間取りますのでね。というわけで今日も見ていただきまして本当にありがとうございます、ね、また次回の動画でねお会いいたしましょう。では失礼いたします。